新助は日本の合唱指揮者である埼玉県浦和市出身で現在は東京都品川区在住。埼玉県立浦和西高等学校を経て国立音楽大学生学科卒業。指揮法を山田和夫、河西、合唱法を増田淳平に指示。日本合唱協会に入団し、コンサートマスターを務める。 日商退団後、秘書受理を担当したのを機に合唱指揮者として独立。現在24の合唱団を要する、もやいの会の指揮者として、演奏会、コンクール、新作の移植書演などを多方面に活動する。1998年、全日本お母さんコーラス大会全国大会において、女性合唱団は月を指揮し、最高賞たるグランプリを受賞。 全日本合唱コンクールにおいても多数の合唱団を全国大会に導く。現在、日本合唱指揮者協会理事、非応文化協会会員。2003年、全日本合唱連盟副理事長に就任し、主に合唱名曲シリーズ、連盟解放ハーモニーの編集を担当。2014年、理事長に就任し現職。2019年秋に、乱受報賞受賞。 日照がガラスのような聖地のアンサンブルを胸としていたことから、騎士の音楽は自ら述べるように明るく透明な音色、ハーモニー、品格のある合唱を、が特徴とされる。実際、おやいの会には女性合唱団や小編成合唱団が多い。また、秘書が萩原秀彦との縁が深かったことから、騎士は合唱名曲シリーズの編集員時代に、 萩原作品を多く収録した。全日本合唱連盟で、騎士の2代前の理事長だった、吉村信義は騎士を表して、見事に、無国籍。好き嫌い食わず嫌いはその辞書にないようで、どこでも何でも付き合ってくれます。と述べている。令は元年秋の法相東京都内各府、グランプリはこの年が最後となったため、騎士と葉月が最後の受賞者となった。 ハーモニーナ、no. ンバーワン 69P32 合唱表現 P5 合唱表現 P5 ハーモニーナ、no. ンバーワン 29P55 ありがとうございます。